皆さんこんにちは、ムーンです。スロントマクヘルの謎のストーリー続きやっていきます。それでは次へ進みます。次はある男の取った奇妙な行動から前後の物語を考えてもらいます。あなたの想像力で映画のワンシーンのように映像を思い浮かべてください。はい、じゃあ今回は48幕家に入った男って話です。男がある家に足を踏み入れた。窓が閉め切られ、暗い屋内には誰もいない。男は部屋の中ほどまで歩いたところで急に立ち止まり、両手をゆっくり頭上に上げた。しばらくして後ろを振り返った男は突然声を上げて笑い出した。なぜ？奇妙すぎんだろ、ちょっと。ある家、男の家ではない。ここだよね、気になるよね。いいえ。違うんだね。じゃあちょっと男を見てみる。男の目的は金目のものだったんですかね。泥棒さん。はい。あら、他のものには興味がありませんでした。ごめん、ここか。男は泥棒だったんですかね。はい。空き巣狙いの泥棒でした。計画的だったんですかね。はい。手を挙げるってなんだろう。男が手を挙げたのは命令されたから。おお。はい。突如男の後ろから鋭い声が聞こえました。声、私は人間でしたかって。いいえ。あ、違うんだ、人間のものではありませんでした。男に命令した。はい。手を挙げろとはっきりと命令しました。鋭い声でした。チロリロって感じ。この声を聞いたのは1回だけ。はい。驚いて手を挙げた後全く喋らなくなりました。声は記憶のあるもの。いいえ。これまで聞いたことのない特徴的な声色でした。部屋。なんかいいのあるかな。家、部屋。ゆっくり頭上に上げた。振り返ったの違和感を感じたから。はい。どう考えても後ろに人がいるようには思えませんでした。反撃するため。いいえ。大笑いして
入れて笑い出した。笑い出した、笑ったの安心したからなんですかね。はい、ほっとしたら笑いが込み上げてきました。されていたんですかね。いいえ、違うんだ。しかし男をじっと見つめる目がありました。怖っ。何何何何、部屋は静かだったんですかね。はい、全く人の気配はしませんでした。ペットちゃん、ペットがいたのかな。両手声を振り返って、ちょっと家もちょっと見よっか。全然見てないよね、そういえば。家、家には番犬がいた。おう、いいえ。あら、しかし代わりに留守番をしていたペットがいました。ペット、ペットで言葉を喋るんだったら話す、このペットを話すことができるんですよね。はい、それは人の言葉を話すオウムでした。わかったね。じゃあ回答行きましょう。わかりましたよ。はい、男はなぜ立ち止まり両手を上げた、命令されたから。男が両手を上げた時どのような心境だった。殺される、じゃあ捕まるかな。ごめん、捕まる。男はなぜ笑い出した。安心したから。男が振り返った時目にしたものはオウムかな。男は何者だった。泥棒さんです。あ、よし、やったぜ。正しいようです。じゃ解説見るよ。手を上げろ。男はこんな声じゃないね、高い声だから。手を上げろ。こんな感じ。男はぎっくりとして両手を上げると冷や汗を流した。彼は明けさ狙いの泥棒だったのだ。ところがしばらくしても何も動きがない。振り返ってみるとそこにはオウムがいた。声の主が鳥かごの中のオウムであることに気づき、男は笑い出したのだ。なるほど、でも泥棒はやったらいかん。ダメダメ。男の一連の行動をうまく思い浮かべることができましたか。ところで手を挙げろとオウムに教えたのは誰でしょう。空き巣を動かすくらいはできても防犯には役立たずですね。そうだね、オウムがさ、ケージから出てツン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 つつくとかね、そういうところまで覚えてればね、ちょっとはできるかもしれないけど。それでは今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、サブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。